ダニエーレランチョーには、イタリアの画家である。現在のイタリア、ベルバーノクジオオスソラ県のマッチョーレコ藩の村、イントラで、靴屋の息子に生まれた。早くから、絵の才能を示し、マッチョーレコの保養地に集まる富裕な人々の支援を、受けて13歳で、ミラノのブレラ美術アカデミーに入学し、トリノのアルベルティの美術学校でも学んだ。ブレラ美術アカデミーで再び、 モーゼビアンキやトランクイッド・クレモナと共に、ジュゼッペ・ベルティーニに学んだ。イントラに戻り、両親の家で画家として働いていたが、1868年のサンベルナルディーノの洪水で、イントラが被害を受けた後ミラノに移った。ミラノでは、トランクイッド・クレモナと彫刻家のジュゼッペ・グランディと活動した。当時のミラノでは、共和主義的作家たちの、 スカピリア・トゥーラ派という前衛芸術運動が盛んで、ランツ王にもそのメンバーとされることがある。1873年から1877年には、マッチョーレコの富裕層の中でも活動し、ロシアの貴族、トルベツコイ公爵家のピーテル・トルベツコイと結婚した、アメリカ人、オペラ歌手、エーダ・トルベツコイからの支援を受け、公爵家の3人の息子たちに美術を教えた。息子たちの一人、 パオロ・トルベツコイは後に彫刻家として知られるようになる人物である。彼らがミラノの寄宿学校に移ると、ラン乱ーにはイギリスに移った。3年ほどケントなどで活動し、1879年にロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの展覧会で作品が落選した後、イタリアに帰国したが、ミラノでのスカピリア・トゥーラ派の活動は過去のものとなっていて、 この頃世界的な経済不況で、マッチョーレコを訪れる富裕層も減り、エーダトルベツコイの屋敷も売りに出され、トルベツコイ夫妻も離婚し、パトロンを失うことになった。様々な辛労で、精神病院に入院することになった。病院を退院後、別のロシアのパトロン、アントワネット・ド・サン・レジェの支援を受けた。イントラで45歳で死去した。ありがとうございます。